銀南中通りのビル4階隠れ家的な名店へ、今宵三代目あてや豆福で味わいの時。こんばんは。こんばんは。いや、石原さんと初めてだけど、はい、豆福とは、もう何回も伺ってるんですけど、一番最初に伺ったのが僕らの番組がこれ始まって間もない頃だったね、はい、もう9年ちょっと前なんだけど、おかみさんがあてや豆福の初代になります。はい、2代目はどうなんですか？2代目はですね、実は お店に古い方、お詳しい方っていうのがたくさんいらっしゃったので、2代目っていうのはお客様の番号にしたいなという思いを込めて、私たちは3代目と名乗らせていただいてます、うん。はい、実は私もですね、そちら側の人間だったというとあれなんですけど、何回かですね来たこともはいあって、当時のメニューっていうのも少し残してあります。おー、それでは新しい豆福に乾杯。乾杯。実は私の実家がですね、ガジローっていう名前のお店なんですけど、うどん屋としてスタートをしまして、今ではちょっとお肉を一頭買いなんかしながらですね、お肉のちょっと丼を出させていただいてるんですけど、ほんまそうですね、はい、ありがとうございます。その乗せているお肉の状態、同じような状態のお肉も実は提供しています。すいません、お待たせしました。はい、秘伝の揚げナスです、どうぞ。 お待たせしました。ガジローの方でですね、冷たいうどんに使わせていただいている出汁をですね、揚げたナスにちょっとかけて、こだわりのうどん出汁の旨味がたっぷり、秘伝揚げナス。あ、うまい。味に品がありますよ。ありがとうございます。なんかシンプルな料理が一番なんか美味しく食べていただけるかなって思うんでですね、すみません、お待たせしました。肉豆腐です。冷えてくるこの季節、嬉しい肉豆腐、先代から引き継いだ人気メニューだそうですよ。すごいですね、この肉の量は。先代のおかみさんが非常にボリューミーな量で出されてたので、そこも踏まえてですね、分からない。あー、うまいな。ありがとうございます。いい塩梅に豆腐にこの出汁が染みてますね。先代の時代からですね、はい、やっぱりお酒に合うように少しちょっと濃いめの味付けで、はい、銀南中通りの三代目あてや豆福、先代から変わらないこの雰囲気で至福の味わいの時でした。まだまだ駆け出しのお店ですので、お客様にこう育てていただきながらですね、ちょっとずついいお店にしていけたらいいなと、はい、思ってます。今日実は10月の18日熊本ピカデリーでおしゃべりな写真館、はい、初日でね、はい、写真館が北海道にあるんですね、北海道の写真館をもう誰もいないんですよ。僕のカビさんの、はい、各近くさんがやるんですけども、カビさんも亡くなってて、お父さんもこれ橋爪さんがやるんですけど、橋爪さんも亡くなって、それでその遺言状にお前が継げっていうことで、はい、で僕は実は目が悪くてもうだんだん写真家になれないっていう、その北海道に移っていく中で、その地元の人たちとの触れ合いの中でここで生きていこうというふうな、そういう映画なんですけど、とてもね静かな三代目豆福のような温かい映画です。ぜひ行ってください。はい、拝見させていただきます。それじゃあ三代目あてや豆福に乾杯。乾杯。皆さんもいい週末をお迎えください。いや、素晴らしい。